ていて、で自分が好きなのもあったんで、インドのアクセサリーをモチーフにしてブロッキングっていう、あのブロックするアクセサリーを考えたんですけど、そこからあの、まあ、インド使ったならじゃあ次はロシアかとかいろいろ出てきて、あこれはなんか世界に散らばれそうだと思って、あの世界中にいたらどうですかっていうのはして、もちろん日本も出てくるので、ちょっと楽しみにしていただければと思います。アイテムもその古代の魔女であったり、そういう人たちが使ってたものっていうのからモチーフを持ってきているので、あのマンドラゴラであったり、なんか血液とか心臓とか、まあ、そういうものをもうちょっとファンタジーに置き換えてデザインしようっていう感じではありました。深みのあるバックグラウンドを考えてアクセサリーを作ってるんで、そのアクセサリーにもやっぱりこうあの説得力が出ますし、でそういうふうにせっかく出してくれたアイデアっていうのを、まあ僕なりにこう集めて、ちゃんとこうしっかりしたあの設定をこうしてあげて、あのビオネッタの世界観に溶け込ますことによって、あのビオネッタの世界観全体がものすごくこう広がりと深みを持ったと思うんで、だからもう本当あのディレクターとセッションしながらやるのを見てて、旗から見てて、あ全然いけるんじゃないかなっていうのが見てて面白かったですね。どこまで掘り下げてどこまで行くんやろっていうのが逆に。何よりアクションゲームなんで、そのアクションの部分ですよね。そのまあキックパンチっていう格闘技とか、まあそれに加えてああいうキャラクターなんで、もうちょっとこうなんかエレガントに動くようなネタの動きっていうのも必要だったりして、であのベヨネッタっていうのをこうイメージ通りに作り上げるために、ベヨネッタのモーションに関わった人間ってすごく多いんですよね。華麗ななんていうんですかね、その宙返りだとか、まあ、バク転だとか、ああいうアクションをする役者さんだけでも専門にお願いしていたり、あとそのベヨネッタのダンスですよね、召喚したりだとかっていう、そのダンスの動きっていうのもあのダンサーの人にお願いしてたり、本当にいろんな分野 そのプロフェッショナルの人にあの演じてもらって、あの一人のベヨネッタっていうキャラクターができてるんで、そこはもう本当に僕たちのこだわりの部分ですね。書類審査がまずあって、で何人かな、8人ぐらいの方をこうオーディションしたんですよね。でこうスタジオであの来てもらって、で実際ダンスして、目の前でダンスしてもらって、激しいダンスだけじゃなくて女性っぽいこうスローなあのダンスも見たかったんで、あのこちらから この曲を聴いといてほしいっていうことをお願いして、あのそれに合わせて踊ってもらうっていう、そういう課題もあったんですよ。オーディションの中で、まあ、神谷君とも話してる時に、あまあこの人かなっていう感じだったんですけど、でそこにその一番最後に彼女が来たんですよ。しかも遅刻してきたんですよ。遅刻してきたでこいつと、ほんでそのハーハー言いながら来て、で今から踊りますって言って、どの曲でしたっけって言って、こっちから用意したあの曲とかも全然聞いてない状態で遅刻してきて、なんだよこいつっていうこっち側の反応としてはそうだったんですけど、その現場でじゃあちょっとラジカセで聴かせてくださいって言って、こう黙ってラジカセで曲を聴いて、わかりました行きますって言って、はい大丈夫、はい、じゃあお願いします。もう踊り出したらもうすごくて抜群なんですよこいつはすげーと、もうそれまでの人が全員もう飛んじゃったっていうか、もう一発でもうみんなその子って言って、もうベヨネッタ見てるよでしたね。これですかこれですか多分他の仕事やって急いで駆けつけた状態でドア開けたら、ちょっと怖そうな方たちがこうやっていたのは覚えてて、あちょっとまずいなっていう雰囲気がありつつ、もうとりあえずもう踊るだけだったので頑張って踊ったんですけど完全にもうこんな舐めやがってと、遅刻しやがってみたいな感じで言ってたんですけど、もうダンス始まったらもうみんな見入ってましたね、すげーって、
まずセクシーな感じというか妖艶な感じで踊ってくださいっていうのは伝えていただいて、で私が普段踊ってるのも結構そういうカラーが強いもので、もうそのまま自分を出して踊ったら受かってしまったっていうどういう感じに仕上がるのかっていうのと、その自分の動きがどういうふうにその映像として映し出されるのかっていうのが全然想像がつかずに受けましたね。悔しいなって言ってみんなで、悔しいけどあの子だよなみたいな、もうこの人しかいないっていう感じになりましたね。実際そのまあ、ゲームの中で使うからっていうことでちょっと一曲フルでダンス踊ってってお願いして、で実際モーションキャプチャーの時に踊ってもらったんですけど、キャプチャー回りました、よい。なんか結構すごい格好するじゃないですかあれって、その格好が恥ずかしかったですね。とにかくあんなにね出来は美しいのに、撮ってる時は競輪選手みたいな格好してやったので、もうダンスに関してはまあほぼこっちは全然もう素人なんで自由にやってもらいましたね。でももう数時間やりましたよね。本当に体がボロボロでしたね終わった後。本当にもうこれでもかっていうぐらいにダンスだけじゃなくていろんな動作とかもたくさんやったので勉強にもなったんですけど、疲れましたとにかく疲れました。だいぶその踊ってもらって汗だくになってたんですけども、ダンス単純に見たかったんで、僕らが思いっきりお願いしますみたいな形で、けどもう一回行ってみようかみたいな、マジでと思いながらこうやりましたけどね。もうね、もう跡形もないほど全部こう使ってますね、いろんなところで。いやなんか本当びっくりして仕上がりを見た時に、本当に踊ってるところなんかもろ私そのもので、その周りの友達なんかももうあれ舞妓だよね完全にって言って、腰のラインだったりとか動きだったりとか、なんかこういう動きがあったんですけど、あれはもう私じゃんみたいな感じで見てて結構衝撃的でしたね。クリアするとベヨネタの PV、 ダンス PV 流れるんですけど、あれ丸ごと彼女のダンスですし、そんなものを作ってしまうぐらい、もうそんなものをね、予定にないものをこれもう本当アップギリギリで僕ねじ込んだんですけど、こんなものをね作ろうと思わせるくらいパワフルなダンスでしたね。何かこうせこせこう開発の人間捕まえてちょこちょこやってるなって思ってたんですよ。もうキャラとか全部データとかしまってるのに、じゃあそれでしたね。蓋開けてみたらちゃんとクリアして、私のダンスをぜひ見ていただきたいですね。頑張ってクリアしてください。アクションゲームなんで別にお話は大事じゃないんで、どういうシチュエーションで戦うのかとか、どういう人間と絡むのかっていうところがやっぱり大事だと僕は思うんですよね。僕が作ったのはそのなんていうんですかね、まあここで例えばベヨネッタとジャンヌがバトルをする、まあ、こういうシチュエーションでバトルするっていうのをまあトガキとして作って、今回アクション監督にその下村さんっていう方に協力していただいてるんですけど、やっぱり日本国内でまあ結構それだけアクションに精通していて、まあ、かつ CG もやってらして、まあ、あれだけのアクションができるって考えた時にやっぱりちょっと他の人と比べてやっぱり今回のラインに関しては下村さんが一番合うのかなという判断に至って、まあ、下村さんにお願いするっていう形になりました。最初一回アプローチした時には下村さんはちょっと無理だっていう話になってたんですよね。自分がそのデビルメイクライ4のムービーシーンをまだ編集してる時だったんですけど、そのまあゲーム会社の方に神谷さんがたまたま別の仕事で来られてて、まあ、一度お話をいただいたんですけど、まあ、その時点でまあ僕デビルがやっぱ関わるとゲームって長いんですね、まあ、2年ぐらいやってて、その前も3もやってたんで、もう正直ゲームはちょっと距離を置きたいなっていうところがあったんで一度お断りはしたんですね。ただやはりもう一度下村さんじゃないと僕はダメだっていうのがあったんですよ。非常にこう神谷と合うというか、まあ、これ下村さんに本当のところを伺ってみないと僕分かんないんですけど、まあ、おそらくその女性のキャラクターであるっていうところに魅力を感じていただいて、まあ今回女性がメインのキャラクターということもあって、まあ、ちょっといろいろとそのデビルとは違うことができるんじゃないかなって、アピールができるんじゃないかなっていうこともあり、まあ、そうですね、今回お仕事を受けさせてもらってっていう。
メガネキャラっていうところに惹かれましたね。なかなかないじゃないですか、うん、あれは本当にありがたかったですね。それで僕はドリームチームが本当に完成したんじゃないかと思いますね。あのストーリーとか、まあキャラクターっていうのを全部神谷の中で完成されたわけではないんですよね今回。まあ最初のシナリオから見ると、まあセリフの言い回しであったりとかも変わってたりとか、あともちろんそのやる行動も結構膨らんでたりとか、まあこういうのはビオネッタのイメージに合わないとか、こういうことを入れてもうちょっとビオネッタのこの性格を際立たせたいとか、こういうシチュエーション作りたいっていろんなお話をこうキャッチボールして、そうですね、打ち合わせというよりも何かこうお互いにこうアイデアを出し合って、どん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 いつの間にかにこう、そうですね、作られていったキャラクターでもありますね。アクションを広げてほしいところは特に赤字で書いたんですよね。ここはあの演出を膨らましてほしい。でそういうところを集中的に下村さんが膨らましてくれて、もう本当にここで戦いますみたいな、こう単純な一文しかないところをもうすごいダイナミックなバトルにあの演出してくださったんですよね。でも結局アクションシーンだけを膨らましても、やっぱりユーザーの方がね、キャラクターどういうキャラクターがどう動いてるかっていうのですごく魅力を感じると思うんですよ。だからやっぱりそのアクションシーンを膨らますんですけど、その赤文字の前後ですね、前後のドラマも撮らせてくださいっていうことをこちらからオーダーさせてもらって、でそこでまあそうですね、またどんどんこうムービーが追加されていって、まあアクション以外のとこも、まあ、勝手にやっちゃったというとやっちゃったんですけどっていうところはありますね。そうですね、下村さんもすごいやっぱりこだわる方なんで、あの最初にあの僕の、まあ、僕のというか僕らが詰めたそのシナリオをもとにあのビデオコンテを作られたんですよ。実際にあの下村さんがあの個人であの役者さんをお願いしてあの演じていただいて、でそのゲームの場面をこんな感じっていう風にあのビデオコンテを作っていただいたんですよね。実際それをだからあのムービーデータに落としてゲームのイベント入る場所に差し込んでいって、あのゲームのテンポを作ったりっていうのを僕らそれらを元に作りましたし、まあ、ビデオコンテでその演じてくれる役者さんとこう打ち合わせをしながら、でまあいろいろとやってもらいながらも、そこでまあいろいろとその出てくるアイデアっていうのも多かったですね。ビオネッタがセレッサとどうなんですかね、あの会話をするのかっていうのも、セレッサの首根っこをつかんで、まああの子猫みたいにね扱ってるシーンとかがあると思うんですけど、あそこら辺もそうですね、こちらのアイデアだったりしますね。あれが本当にそのビオネッタがセレッサに対して、小さい子供に対して小さい子供扱いしてしまうとまた違うんですよね。だから結構対等に、年齢とか関係なく対等に人と接してるっていう部分はすごく、そうですね、意識しましたね。あのビオネッタのこう飴を舐めるなんてアイデアも下村さんが出したものですし、下村さんの名言で僕忘れられないのが、ビオネッタのメガネは彼女の下着も同然だから絶対に脱がすなっていう、まあ、その言葉を聞いた時に僕は、あ、この人は僕以上にビオネッタを分かってるなと思いましたね。下着って言ったか僕もよく覚えてないですけど、ただすごいこだわりましたね。なんで見えそうになるとアングルを変えて見せないとか、奥ってまあ見えてるんですけどね、ただどうしてもその下着と一緒で、あのメガネをかけてる状態とかけてない状態ってまた違うじゃないですか。なんかそういうところでちょっとセクシーさが見せられたらいいなっていうのもありましたけど、今回はすごくその大きかったですね。その2人のこう共演というか、あの下村さんの演出があって神谷のテイストも入っててっていうところは非常に大きいですね。本当かっこいいんで、本当に僕は下村さんの協力がなかったらビオネッタっていうああいう個性あるキャラクターは生まれなかったんじゃないかなって本当に思ってますね。僕正直普段ってそんなにゲームをやらないんですよ。でもそんな僕がすごく本当に楽しんで、まあ、あの横でムービー作業してるのを忘れながらも横でさせてもらいながらすごく楽しませてもらって、うん、でそこにまた、まあ、僕たちがあの
お仕事させてもらったそのムービーシーンが入って、さらにそのストーリーが膨らみ、うん、設定が膨らみ、そうですね、その一本のその一つのその世界観ができて、うん、それをまたそうですね、あのユーザーの方と共有できたらいいなと思います。はい、まあ、この手のアクションゲームってこうもっとハードな曲が単純にはまるっていうふうに思うと思うんですよね。ただ僕はそう今回そういう演出をしたくなくて、あの目をつぶってるだけでも、あ、これそのイケてる女がこう戦ってるんだなってことを想像できるような曲が欲しいと思ったんで、でこうサウンドスタッフとこうあの相談して、最初本当サウンドスタッフが非常に頭抱えてましたね。女性らしさってっていうところからやっぱり入らないとダメで、そうですね、まあ、エレキギターをやっぱ使うことによって、まあ、パワーっていうのは簡単に得られるなとは思ったんですけれども、やっぱそれとちょっと女性らしさっていうところに欠けてしまうし、まあ、強烈な個性を出すことができないなと思ったんで、基本的にギター禁止っていうようなルールを作って、まあ、やりました。まあ、エレガントというか本当に華麗なことをこう音楽で表したらどうやっていうのをやりたかったっていうのがまず大事になって、で、まあ、一番最初そのスパニッシュなんかどうかっていうアイデアを亀さんからいただいて、まあ、僕は個人的にまあ、ジャジーな音楽が結構好きだったりしたんで、まあ、そのスパニッシュにジャジーをプラスしたような、曲を試しに作ってみたところ、まあ、亀さんが結構気に入ってくださって、まあ、聞いた時にはこれいけてるなと、単純にビオっぽいっていう表現になるんですけど、まあ、じゃあちょっとやっぱジャージーな方向で行こうかっていう話になって、そうですね、そこからいろいろ試行錯誤して作っていきました。で、あのサウンドのスタッフの方から提案してきたのがちょっとこうレトロな響きのあ